アーネスト・シャクルトンは、イギリス南極研究所によって運用され、イギリスの南極基地に対する人員、物資の輸送に使用される対抗リブネである。船名は、南極体験家のアーネスト・シャクルトンにちなむ。極地での海運事業を専門とするノルウェーのリバー、シッピング A、S によって発注され、レールビックのクバーナークリーブンレアビック A、 S, S で九百九十五年に建造された。当初の船名は、メガボルトポーラークイーンであり、本格的な採氷能力は持たないものの、船体は二重船体構造で氷価の公開に対応した強度設計となっている。九百九十九年八月、退役する補給船、RRS ブランスフィールドの後継として、イギリス南極研究所に長期要戦され、この際に、 現在の船名に改名し、フォークランド諸島のスタンリーに母校を移した。船内には37の船室があり、50名の基地交代要員、研究者を観測基地へ運ぶことができる。物資の輸送能力としては、甲板下に3000立方メートルの貨物を積載し、この2役用として甲板の右辺側に30トンクレーンを備える。また本船が接岸できない場合は、 搭載した上陸用集堤トゥーラによって積み荷の陸揚げを行う。船尾甲板は重量10トンまでのヘリコプターが発着可能なヘリデッキとなっている。南極が夏季の間に補給活動を行うため、イミンガムでイギリス本国からの貨物を積載して11月に、出港しケープタウン経由で12月に南極に到着する。そして、 南半球の夏が終わる4月までの間、南極とフォークランドとの間を往復して、人員と物資を届け廃棄物を回収する。補給先には、南極のハリー研究基地とロゼラ研究基地のほか、サウスオークニー諸島や南極のサウスジョージア諸島に設けられた観測拠点も含まれる。イギリス南極研究所が運用する、もう一隻の RRS ジェームズ・クラーク・ロスが、 極地での科学研究に重点を置くのに対して、RRS ・アーネスト・シャクルトンは、主として観測拠点への輸送任務としているが、船内にはドライラボとエットラボを備えており、科学的な任務に携わることも可能である。RRS ・アーネスト・シャクルトンは2019年に、溶船契約期間が満了となり、両船の RRS ・ジェームズ・クラークロスも更新時期を迎えることから、 この二隻を新造する大型の砕氷船一隻へ置き換える計画が進められている。ありがとうございます。